ブンブン。ハルイチューブ。どうも、まさるです。先日の動画では、フリーテルの新型スマホ、プリオリ5とレイツデュアルの概要やスペックを簡単にご紹介しました。そこで、今回は、そのうちの一つ、プリオリ5について、詳細なスペックをご紹介したいと思います。まず、プリオリ5、正式な型番としては、FTJ17C00 となります。 カラーは7色展開になっていて、マットブラック、パールホワイト、シャンパンゴールド、レッド、メタルグリーン、スカイブルー、ピンクゴールドとなります。このカラーバリエーションですが、背面のカバーを付け替えることによって色を変更することができます。サイズとしては、縦が140ミ、mm、リ、幅が70ミ、mm、リ、厚さが最厚部で約8.5ミ、mm、リとなります。 重量については約 135g です。ディスプレイとしてはサイズは5.0インチ。解像度は 720×1280 ドット。ディスプレイのタイプとしては IPS 液晶となります。OS は Android 7.1.2のヌガーですので、Android 7の中でも比較的新しいバージョンが搭載されています。 CPU は Qualcom のスナップドラゴン210です。この200万台のスナップドラゴンは国内で発売されているスマホとしてはフランスのスマホメーカーウィコーの t o m 5などでも採用されています。アンツッツのベンチマーク的にはだいたい2万点程度の CPU になります。高い処理速度を要求されるようなゲームをプレイするのには少し力不足ですがメールやネット、LINE といった 基本的なことをやるのであれば、全く問題なく使うことができます。ラム容量は 2GB。ROM 容量は 16GB。少し ROM が少ないように感じるかもしれませんが、マイクロ SD カードソットも搭載していて、最大で 256GB まで拡張することができます。カメラとしては、背面のメインカメラが800万画素。前面のインカメラは500万画素です。 静止画を撮るには少し画素数が少ないかと思うかもしれませんが実際はこれぐらいあれば十分ですむやみに画素数を上げてしまうとデータサイズが大きくなってしまって扱いづらくなってしまいますまた動画撮影においてはこれぐらいの解像度があればかなり綺麗な動画が撮れます対応している動画としては ミンカメラ、サブカメラ、両方とも 720p まで対応しています。1080p に対応してないことがちょっと欠点かもしれませんが、こちらもやはりデータ量が大きくなりすぎてしまいますので、画質とデータ量のバランスを考えると 720p ぐらいが妥当なところかもしれません。バッテリー容量としては 2300mAh で、 最近の端末としては珍しく取り外しができるタイプになっています。以前のプリオリでもそうでしたが、このモデル比較的長く使われる方も多いと思います。長く使っているとバッテリーが隔ってきてしまうんですが、このプリオリ5の場合は自分で交換できますので、バッテリーだけ買ってくれば自由に交換できるようになります。連続待ち受け時間としては 3G で約240時間。 4G で約384時間。連続通話時間としては 3G が約890分。4G が約620分となっています。ネットワークの対応周波数としてはこんな感じです。4G についてご紹介すると、FDLTE の方が 2100MHz、1800MHz、900MHz、800MHz となっています。 900MB や 800MB もきちんと対応できています。そして最大通信速度としては UL で 50Mbps、DL で 150Mbps。この UL、DL あまり聞き慣れないと思うかもしれませんが、要はアップロードとダウンロードのことです。何かネットで調べ物をしたり、YouTube の動画を視聴したりするときに関係してくる速度はこちら。 ダウンロードの方の速度になります。最大で 150Mbps ありますので、さすがにドコモの最新モデルと比べてしまうと、少し数字的には見劣りしてしまいますが、実用上はほとんど問題ないと思います。Volt にも対応していて、NTT ドコモとソフトバンクのものが対応となっています。SIM カードについては DSDS DS に対応しています。 SIM カードのサイズとしては両方ともナノシムになります Wi-Fi は802.11の BGN まで対応となります残念ながら AC には対応していませんさすがにこの端末はエントリー向けの低価格なモデルですのでここにお金をかけてしまうと価格が上がってしまいますのでこの辺は仕方ないところかもしれません Bluetooth についてはバージョン4.1に対応 NFC には非対応。デザリングについては Wi-Fi、Bluetooth、USB すべて対応しています。インターフェースとしては USB 端子がマイクロ USB。バージョンは USB2.0 です。こちらもコストの関係上 Type-C には対応してないようです。ディスプレイ出力は非いよう。これはどういうことかというと、 マイクロ HDMI 端子などは搭載していないということです。センサー類としては測位センサー。これはいわゆる GPS センサーのことです。そして加速度センサー、近接センサー、光センサー、重力センサー、電子コンパス、ジャイロセンサー。これらには全て対応しています。ただし、残念ながら指紋センサーには非対応となります。 最近は1万円程度で買えるスマートフォンでも指紋センサー搭載したものがありますので、指紋センサー非対応というのはちょっと欠点だと思います。ただし、緊急速報や緊急速報メール、これらには対応しています。あまり活用する場面は少ないんですが、やはり万が一の時に備えて、ここに対応しているというのは嬉しいポイントです。 その他、国内向けのサービスである、お財布形態、ワンセグフルセグ、赤外線防水防塵、これらには非対応になっています。通知 LED は赤色のものが搭載。これは、あえてスペック表に書く必要もないのかもしれませんが、バッテリー充電中に点灯したり、何か着信があった時に点灯するような LED のことです。急速充電には非対応。イヤホンジャックも搭載されていますし、 外部スピーカーはモノラルですがイヤホンジャックも搭載されていて外部スピーカーはモノラルとなります最近はステレオスピーカーを搭載したモデルも多いですがコンパクトなスマホにステレオを搭載したからといってあまり音質面では変わりありませんのでここはモノラルでも特に問題はありませんそしてエフムラジも対応しています同梱品としては本体 それからバッテリー、AC アダプター、USB ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、サポート窓口変更のお知らせ、バックカバー、ということで7色全てのバックカバーが付属しています。ざっとスペックを見た感じ、最初にご紹介したフランスのスマホメーカー、Vico のトミー5とかなりスペック的には近いです。 価格は若干このプリオリ5の方が数千円高いことにはなりますが、おそらく発売からしばらく時間が経ったらさらに値下がりして、トミー5と同じぐらいの価格に収まるのではないかと思います。今回は以上です。フリーテルの新型スマホ、もう一機種のレイツーデュアルについては、また別の動画で詳細なスペックなどをご紹介したいと思います。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。